9番の志村隆輝、2番武藤敦弘、そして4番根本裕樹の関東3人、7番手になって3番の大石健志、前との車間を空けています。4番手以降に1番の大川、8番の吉永、そして6番の松田という並びで、7番手からぐんとかましていく3番の大石、川崎とかなりを連れて主導権をつかみました。これで4番手となった9番の志村隆輝です。関東の3人、4番手から6番手を占めて、7番手以降に1番の大川、8番の吉永、6番松田と続いて隊列は一本棒になりました。残り1周を切って追い上げて1番の大川隆二がスパートしてきます。続くのは8番の吉永明、さあ強引に1番の大川隆二、3番大石をねじ伏せていきました。ついてくるのは8番の吉永明、交通一層で3番手争いに3番の大石と5番の川崎、9番の志村隆輝が追い上げて、今現在は5番手のアウトコース、前2人は1番の大川と8番の吉永明一騎打ち、1番の大川か8番の吉永か、全く並んでゴールイン、3着3番大石健志粘りました。